最近サッカーフランス大統領のデンベレとグリーズマンが日本人の差別発言で話題になっています。またその動画に実は俺たちも陰で言ってるというコメントがあったのですが、フランスはアジア人に対する差別実際どれぐらいあるのでしょうか？差別発言のない国って多分ないと思うんですよね。誰しもやるんですけど、外国に旅行に来ましたっていう日本人同士で言葉通じないと思って日本語でこう会話をしたりっていうので普通にあるんですよね。この電車臭くねとか、言葉通じないと思ってって言ってるけど、聞いてる人にとっては不快なことってよくあるので、あれぐらいあるんじゃねえかなと思うんですよね。で、翻訳自体も結構微妙で、フランス語で言うそのピュータン・ラ・ラングっていう言葉が出たんですけど、フランス語で言うピュータンって、まあ英語で言うとF ワードと呼ばれる単語で、結構よく言うんですよ。すげえ寒いとか、いや、アメリカでも僕いる時にすげえ寒いとか、ね、フッキンカオとか、F を使って言葉を英語で言うベリーで、とてもとか強調の時によく使うんですよ。フランスの友達同士の場合ってピュータンっていう言葉をよく使うんですよ。強調する時とかに。設定としてはなんかその言語設定を日本人のスタッフがやってて、それがなかなかできないみたいな話で、言語設定に対してピュータンとララングっていう言語っていうのを言っただけなので、まあ普通に会話ではあるよねというぐらいな感じなんですけど、ただそれを日本人の日本語がおかしな言葉であるみたいな翻訳をして、差別だよねみたいな話になってるっぽいので、雑談でよく言う言葉っていうのと、こういう意味でも取れるよねっていうのって実際違うので、なんかこれくらい普通じゃねって思うんですけどね。はい。娘にひろゆきに何か質問してあげるよって言ったら、好きなフランス語でも聞いておいてと言われました。ジュテームっていう言葉があるんですけど、私はあなたを好きです的なのでよく使われるんですけど、ジュテームボクーっていうのだと、ボクーがたくさんなんですけど、ジュテームボクーっていうと、そのとても好きってなるように見せかけといて、実はそのジュテームとジュテームボクーだと、ジュテームの方が愛情が深いっていう表現になるっていう。ジャドーっていう、これめっちゃ好きっていう言い方があるんですけど、ジャドーとジャドーボクーだと、ジャドーボクーの方が超好きになるんですけど、ジュテームの場合だけ、ボクーがつくと弱くなるっていう謎の設定があるので、フランス語って変わってるなと思いました。ムバッペですか？エムバッペですか？カタカナで書くのも無理だし、日本語で発音するのも無理だと思います。なので、現地のフランス語圏の人が発音してる発音を聞いてみてください。